こんにちは、ジャパンカリスケ小島です。今日はですね、福井県の長谷川重建車両さん、社長長谷川くんでいつも呼ばせてもらってるんですけど、めっちゃ仲いいんですね。年齢でいうと僕の一つ下で、僕も尊敬してる。ちょっと前なんですけど、会社の30周年の記念 DVD が届いたんで、ぜひ見てもらいたいと思って今回YouTube に、アップしました。どうぞ。ジャパンカーレスキュー、みんなで明るく笑顔の絶えない楽しい会社にして、10年後も20年後もみんなでこうやって笑って楽しく仕事ができたらいいなと思っています。有限会社長谷川重建車両の代表取締役社長、長谷川和則と申します。30周年の思いということで、今亡き父が平成2年の11月に法人化にし、有限会社長谷川重建車両を設立して早30年、ここまで来るのにすごいいろんな波乱なこともあり、楽しいこともあり、いろんなことがありました。いつの間にかロードサービスとかレッカーサービスをやっていく中で、お客様の方から車を探してるんだよとか、車の修理をしてほしいとか、板金してほしいとか、そういった言葉も結構あったもので、思い切って弟の弘之の方に相談して、長谷川ブラザーズという会社を作ろうと提案をしたところ、それならいいよねっていうことで長谷川ブラザーズもでき、その中で自動車販売、修理、板金、塗装、そういったものも始めるようになりました。そんな事業をやっていく中で、また別のモータースさんとか保険会社さんの方からレンタカー貸してくれないとか、そういった話も出てきたので、じゃあレンタカーも24時間でお客様のために貸し出しできるような会社を一個作ろうということで、アルク株式会社もできました。そんな3本柱の会社に、こうやって皆さんスタッフたちが集まっていただき、一生懸命長谷川重建車両、長谷川ブラザーズ、アルク株式会社、3つの3本柱を盛り上げていってくれるスタッフたちがすごく僕は感謝しています。取締役をさせていただいている村中健一です。主にロードサービスとみんなのフォローができる内容でさせていただいてます。お客様と従業員の満足ができるような会社作りをしていきたいと思います。よろしくお願いします。取締役部長の林辰則です。現場出動はもちろん、社内の統括を任されております。迅速かつ丁寧な作業をモットーに、もっともっとクライアント様から信頼される作業ができるよう努めてまいります。よろしくお願いいたします。
株式会社長谷川ブラザーズ常務取締役加藤健太郎です。弊社は新車販売、中古車販売、車検、整備、板金塗装、自動車保険等お車に関することは何でも業務を行っております。若いメンバーでフットワークの軽さと地域密着、それをモットーに日々頑張っております。お車のことは何でもご相談ください。お待ちしております。取締役部長の辻雅弘と申します。私は新車中古車の販売を主にお客様のカーライフをトータル的にサポートさせていただいております。弊社は若い力で、元気よく日々お客様のニーズに沿えるよう頑張っております。今後もこの若さと元気を生かしてお客様の信頼を得られるよう頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。長谷川重建車両グループ、アルク株式会社の代表を務めてます楠木と申します。当社はレンタカー業を主に車の磨き、コーティング、室内清掃などを、手掛けております。少人数の会社なのでスタッフ一人一人のキャラクターや個性っていうのを、大事にしてこれからも頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。みんなとは今後の会社をどう作っていこうかっていうことなんですけれども、まあ今でもみんなには言うんですけれども、福井で一番になろうと、福井で一番有名な会社になろうということだけは毎日言っているので、そこだけは皆さん心を一つにして頑張ってると思います。自分がこの会社に入る少し前ぐらいからまだ子供だったのか、ただただ入社した時には父に言われるがまま仕事をして、ただただ繰り返し同じことをやっていただけだなと思いました。でもその中で父がある時に脳梗塞で倒れてしまった時には、本当に自分でどうしていいかもわからないような状況になったんですけれども、そんな時に弟に大学行っていたところを休学して帰ってこいというふうに言ったら、分かったよと言って手伝いに帰ってきてくれました。そうやって帰ってきてくれた中で、2人で二人三脚でロードサービス、レッカーサービスを24時間寝ずに2人で今日ここまでやってきたと思います。そんな中、スタッフたちが少しずつ弟の声かけで集まってきてもらい、みんなで一生懸命ここまで乗り越えてやってきたと思います。今でも福井で一番のレスキューロードサービス会社になろうっていう、それを一つの目標として、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと、そう思っています。そしてみんなで明るく笑顔の絶えない楽しい会社にして、10年後も20年後もみんなでこうやって笑って楽しく仕事ができたらいいなと思っています。